1952年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第4回大会である。5月にスイスブレムガルテンで開幕し、スペインモンジュイックで開催される最終戦まで全8戦で争われた。1952年シーズンからこれまで許可されていなかったドイツ人ライダーとドイツメーカーの参戦が可能になった。 戦前のレースで活躍した BMW はワークス参戦を見合わせたが DKW と NSU がこの年から参戦を開始した。また同時にこの年からドイツ GP がカレンダーに加わり、ただし前年開催されたフランス GP がカレンダーから消えたため前年同様に全8戦で争われた。この年の 第6戦アルスター GP の 500cc クラスでは、18歳のジョン・サーティースがグランプリデビューを果たしている。前年に圧倒的な強さを誇ったノートンにとって、一転してこの年は受難のシーズンとなった。チャンピオンのジェフ・デュークとオーストラリアの喧嘩花に加え、新戦力としてデイブ・ベネットを新たにファクトリーチームに迎えたが、 ベネットは開幕戦のスイス GP でトップ争いの最中のクラッシュによって命を落としてしまった。ベネットのマシンは当初はプライベーターとして参戦していたレアムに与えられたが、アムはドイツ GP の予選で負傷してしまう。そしてエースのデュークも選手権の合間に出場したノンタイトルのレースで足首骨折という重傷を負い、シーズン後半を棒に振ってしまった。 一方のジレラはシーズン中もパワーの強化を続け、シーズン終盤には 55PS、1万 ?RPM にまでパワーアップされていた。ウンベルト・マセッティは、スイス GP は、リタイアに終わり、マンシマにはジレラの伝統として出場しなかったが、オランダ、ベルギーと続けて、デュークを下して、勝利を収め、デュークが負傷欠場した。 後半戦では2度の任意表彰台を獲得して1950年に続く2度目のタイトルを獲得した。マセッティは最高峰クラスで複数回タイトルを獲得した最初のライダーとなった。ノートンに代わってジレラのライバルとなったのはレスリー・グラハムの手によって大きく進化を遂げたメガボルト・アグスタだった。グラハムはイタリア GP で メガボルト・アグスタにとって 500cc クラス初となる勝利を挙げ、続く最終戦のスペインでも連勝を飾ったが、この2戦で2位となったマセッティに3ポイント及ばず、ランキング2位となった。350cc クラスでは、前年に続いてノートンとジェフ・デュークによる支配が続いた。デュークは開幕から4連勝を飾り、その後の怪我によって、後半の3戦に不出場となったにもかかわらず、 タイトルを獲得したのである。残る参戦の勝者もすべてノートンのライダーで締められており、アルスター GP で優勝したケンカバナはグランプリで優勝した最初のオーストラリア人となり、続くイタリア GP 勝者のレアムはグランプリで優勝した最初のローデシア人となった。エンリコロレンツェッティ 250cc クラスも 350cc クラスと同様に前年の覇者である。 元グッズによって支配されたシーズンであった。ただし主役となったのは前年チャンピオンのブルーのルフォではなく、イタリア人のエンリコ・ロレンツェッティとイギリス人のファーガス・アンダーソンだった。アンダーソンが開幕から2連勝で選手権をリードしたが、ロレンツェッティは2戦とも2位に入り、第3戦オランダでシーズン初優勝を飾った。ドイツ GP では地元のルディ・フェルデン・ハイヤーが DKW に、 グランプリ初優勝をもたらしたが、これは2ストロークエンジンのマシンによるグランプリ初優勝でもあった。アルスター GP で2位となったロレンセッティがポイントを逆転してトップに立ち、最終戦ではベルナー・ハーストのタイム差が計測できないほどの接戦を制して優勝、初タイトルを決めた。選手権シリーズの開始以来続いていたモンディアルの 125cc クラス支配が、 このシーズン終わりを迎えた。開幕戦で、メガボルト、アグスタのセシル・サンド・フォードが自身とメガボルト・アグスタに、とってのグランプリ初勝利を飾ると続くオランダでも、優勝、第4戦のアルスター GP で3勝目を挙げて、初のイタリア人以外による、最小クラスチャンピオンとなった。ドイツ GP では、ベルナー・ハースが、NSU に、イタリア GP では、エミリオ・メンドーニが、モリーニに,に、 それぞれグランプリ初勝利をもたらしている。ありがとうございます。